こんばんは。ですね、3月30日、今年度最後だったんですけどね、やはりあの生放送なんでね、いろいろトラブルありましてね、システムがね、ちょっと動きが悪くてですね、約30分遅れてしまいましたね。これがね、生放送の良いとこですと言いながらですね、始まりました。今年度最後3月30日、231回のしゃべくる街の始まりました。今日の、ね、夕刊なんですけれども、まあ、毎日毎日ね、その暗いニュースがある中でですね、今日はね、明るいニュース、素晴らしいニュースありましたね。長野県出身のね、力士、御嶽海ですかね、その相撲教習所に通い始めたというね、記事が載ってましたね。なんか半年ぐらいこの教習所に通うみたいですね。それですね、この明るいニュース一つご案内しました。ということで30分遅れなんですけれども、今日のゲスト、鈴木さん、はい、今ね一番真っ先にですね、このホラガイを吹いていただきまして、はい、素晴らしい曲でね始まったんですけどもね、やっぱりお待たせした中でね、やっぱり良かったですね。はい、良かったです。ありがとうございます。はい、それでところでね、その今、はい、ホラガイ吹いていただいたんですけども、これ鈴木さんいつぐらいかな、ホラガイ。そうですね、ホラガイは、うん、もう前回のエコー柱と前々回も出てるんで、うん、はい、もうかれこれ 14,5 年前から、ホラガイは吹いてます。そうなんですか。はい、でこのホラガイはなんでどうしてこの吹くようになったの。真田祭りやりふり保存会っていうのがありまして、そこで、吹いてます。おー、それがあれ吹き始めたきっかけですね。きっかけで、はい、でこのホラガイ途中でちょっとスッていったんだけどこれ難しい。そうですね、やっぱ難しいですね。やっぱりね、はい、難しいよね。授業ね吹いててもね、スッていっちゃうもんね。そうですね、はい。はあ、何吹き方ってのはどんな吹き方はですね、普通の笛みたいにフーフーって吹けば出るわけじゃないね。そうですね、はい。何吹き方って何、トランペットみたいな吹き方なの。そんな感じですね。あとじゃあやっぱり唇でこう、唇の振動ですかね、うん、はい、私はトランペット吹いたことないんで、あれ何唇をこう振動させながら吹く、振動させながらって感じで、はい。トランペットと違ってドレミファラシドラシはねえよね。そうですね、ないですね。唇でこうピューってこう強弱で、って強弱で。おー、なるほどね。でこのグループで何かやってるの。そうです、その活動は、はい、グループで。グループって何、なんていう、なんか名前がある。サラダ祭りやりふり保存会といいまして、うん、はい、頭を筆頭に、うん、箱を槍、縦笠、大笠、そして大熊、ホラガイの、総勢21名で、活動しております。でこの吹くのはどんなとこですか。吹くのはですね、頭の行くぞで、そしてみんなの王の合図の時に吹きまして、うんうん、であと途中であの槍を投げて、交換し合うんですけれども、その時と、あと最後ですか、まあ3回ぐらいを目安に、吹いてます。おお、その場所っていうか、どういうようなところで場所っていうか、そういうのとかどういうところで。そうですね、もう、まあ、やっぱりサラダ祭りは吹く。サラダ祭りは吹きますね、うん、他にはどっか、はい、どういうようなところで。他にはですね、あと行ったところで、県外では、県内では、あ、県内はあまりない。県内もあるんですけれども、うん、県外も、うん、はい、あ、県外ってのはどっかあるんですか。県外ですか。あの中、あ、県内、県内ではですね、うん、あと上田のねぶた祭り、お、等々で吹きましたね。お、はい、
そうですか。じゃあ県外、外はどうなの？県外はですね、うん、山形県の河北町っていう町がありまして、うんうん、そこの全国やっこ祭りっていうのがあるんですよ、うん、そこへも、参加してきましたし、あと横浜ですか、うん、横浜の開港と開国、うん、150周年の時に、うん、2回ほど、参加してます。お、いや結構じゃあ県外の方が多い出演は、中やっぱり県中ですね、中の方が多い、はい、お、あそうなんですか。やっぱりこう吹いてると緊張する？緊張はしますね。あ、する、はい、あ、まあ、緊張するけど結構あれ自分で感動しながら吹いてる。そうですね、感動しながら、まああのホラ貝の音で、うん、ああいい音出たなとか、うん、特にそんな、はい、感動しちゃってるのはどこ？さっきはオールスターなんか言ったけど、そのオールスターなんか感動した、はいはいはい、オールスターはね、うん、緊張しましたね。あ、緊張した、はい、緊張したから感動しなかった。緊張の方が一番ですね。、はい、やっぱりそんなところでやればあれだね、こうオープニングの時に吹いた。そうですね、試合最中にはやね、そうですね、オールスターゲームの、うん、試合開始前のオープニングセレモニーっていうのがありまして、うん、そこで、うん、なんと5万人の観衆の前で吹いたんですけれども、さすがに緊張しました。あ、はい、じゃ あ、 緊張してさ、唇震えたからちょうどよかったんじゃねえの？ああ、そうかもしれないですね。なるほどね、はい、5万人の前でね、そうですね、震えたらちょうど上手に聞こえたんじゃねえの？唇こうピーッと全身震えて、唇も震えて、いい音出たとか。そうですね、いい感じに出ました。、はい、なるほど、そういうことだね。はい、あと他にどっかあると感動したのがある？そうですね、感動はですね、うん、やっぱ横浜ですかね、うん、横浜に、さっきの話、はい、うんうん、横浜に行って、うん、やっぱ向こうの方々はやっぱホラ貝にこう馴染みがないせいか、うんうん、なるほど、ホラ貝を吹けば、うんうん、拍手がすごいんですよね。沿道の方から、うん、あれ録音、あ、なるほど、だよとかっていう声聞こえてくるんですけれども、実際に吹いてると思わなかったんだな。そうですね、実際に吹いてるんで、うんうん、もう拍手がすごくて、うん、もうずっと吹きまくりですね。それあれでしょ、皆さんのグループっていうか団体で行ったんでしょ？そうです、そうです。一人きりに注目受けたんだねえの？いい、まあそれもありますね。やっぱりそうか、一人きりね注目受けちゃった。そうですね、注目は浴びましたね、すごかったです。やっぱおじゃ疲れたよね、吹きっぱなしで。いや疲れましたけどね、やっぱ感動の方が、あ、なるほど、すごい、すごかったですね。はい、そういうもうね、道の両側にたくさんの皆さんが、観客が来てて、観客の皆さんがすごくて、そう、拍手喝采で。でその時は何人ぐらい行ったんですか？結構その時は、そうですね、行列も踏まえまして100人くらいですかね。そうなんだ、はい、じゃあそこで真田祭りみたくこう頭がえいとか言った時に、そうですね、槍を交換した時に吹いたりして、やっぱりそれってこう場、その場盛り上がるね。結構そうですね、ホラ貝吹けるね、はい、あと槍の交換の動作ですか、うん、あとホラ貝の音で結構盛り上がりますね、うん、観客の方々もやっぱりこう感動したり緊張するけど楽しい。楽しいですね、やっぱね、やっぱりそれが一番だな、はい、そうですね、うんうんうん、楽しいからやってるということでね、ところでね、はい、昨日、はい、ね、エゴ柱だったんですよね、はい、これ写真、そうなんですか、これは。この写真、昨日の写真、あ、いけね、落としちゃった。あ、申し訳ないですな、すいません。これが昨日の写真ですか？あ、これは真田祭りです。あ、これ真田祭りか。あ、これ昨日じゃない。じゃあすいません、なんか前後しちゃって。これは真田祭り。さっきお話ししたのですね。そうですね、はい、これ真田祭りで、その下のもそうですか？これも。これも真田祭りですね。ちょっとこっち出しまっていいですかね。ああ、これもね。それで次が昨日の写真ですか？これは。これが昨日ですね。これが昨日の写真。はい、ああ、これはどこですか？これはそうですね、うん、末広の交差点から、ちょうど出発する前ですね。あ、出発する前ね、はい、行列が、
で出発してからがこの次かな。これ今のがそうですかね。これが今のですかね。これはどうですか。これがあ、うん、そうですね。これがもう出発して、出発して、もうこれはどこら辺ですか。善光寺のもう、近い石畳の辺ですね。おお、はい。これは鈴木さん見えるんですか。これはもう後ろの方のかすかの。ああ。これは前から撮ってるんだね。そうですね、前からね。あ、なるほどね、はい、それでこれはこれはどうですか。これはどうですか。これもそうですね、うん、これもあの中央通り前の方から撮ってるんですか。前の方から撮って後ろの隅の。じゃあ鈴木さんはもうずっと後ろの。あ、これはいる。今のはこれもいないですね。いない、はい、鈴木さんいるのねんだな。うん、それと、じゃあこの次にいるんかな。これがいるんかな。これはどうですか。あ、これがちょうどアップで、アップで、アップで増えてるところですね。これは今たく、あれ、あのブヨーンって吹いてるんだね。ふーって吹いてるところですね。あ、もっとアップだ。そのアップで。おー、はい、なるほどね。いい顔して吹いてんね。そうですね。あ、いかついメイク。いかついね。いかついメイクで。あ、はい、そうだ、メイクもするんだ。メイクもしますね。あ、なるほどね。やっぱりあんまりあのヘラヘラしたら面白くないな。そうですね。あとこのヒゲも。ヒゲもね。ヒゲも。なるほど。いかつい顔にして。ヒゲもつけて。うん、なるほどね、はい、あ。これは素晴らしいや。はい。これで。はい、どうでした、その雰囲気は、中野の雰囲気は。雰囲気はですね、うん、ちょっと曇り空のね、うん、肌寒かったんですけれども、うんうんうん、やっぱ、うん、観客の皆さんはすごくて、うん、熱気で、熱気でもう寒さ吹っ飛んじゃいましたね。あ、熱気で暑かったか、はい、昨日そうか、涼しかったんですね、少し。そうですね、うんうん、やっこさんのちょっと寒い格好なんでね、うんうんうん、あ、そうかそうか、だけども熱気で暑かったと。そうですね、熱気でもうすごかったですね。なるほどね。あと長野ではそのどう、あの長野のなんだか通り、はい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 、吹きっぱなし、通りはもう吹きっぱなしですね。あの観客がこうずっといますんで、うんうん、はい、であと中央通りはね、あのビルとビルが結構ありますんで、うん、そこでホラ貝を吹くと、うん、あのこだまして、あ、ビルに、ビルに跳ねっかいってこだまして、うん、自分でホラ貝吹いててもね、うん、惚れ惚れするほど何、自分で吹いて自分の音に、そうですね、何感動して音色にこう惚れ惚れしちゃうんですよね。はあ、やっぱこだまののってのはちょっと遅れて帰ってくるかな。そうですね、 あと山門の前でも吹いたんですけど、もう響いて、響いて、もう、うん、自分の音色に惚れ惚れしましたねなんだ、昨日はじゃあ自分の音色に感動して、何、まだ興奮、昨日だからまだ興奮冷めやらずってとこがね。そうですね、昨日の余韻に浸ってる、余韻に浸ってますねもう頭の中でふうふうって。なるほどね、はい、あ、なるほどね。であとね、はい、それ今甲冑ね身につけてるんだけど、はい、甲冑をつけてるんだけども、はい、これって甲冑っていうのはどっかで買ってきたの。これはね、手作りなんですよ。あ、手作り、はい、手作り、手で作った、手作り甲冑、うん、あの厚紙をこう、うん、加工して、うん、穴開けて、皆さんよく作ってる、スプレーで、あ、ちょっと立ってるんだって、はい、はい、スプレーでね、拭いて、うん、色付けして、うん、あとこういう感じに糸を縫って、うん、おー、はい、おー、なるほど、本物みたいだな。そうですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、で、はい、あとそこに兜があるんだけど。あ、兜ですね、うん、はい、兜も手作りなの。兜もそうです。角は、角も手作り。角はね、うん、山へ行って、うん、山へ行って鹿と格闘して、格闘、格闘して、何、鹿のとここう、とこ行ってこう、こう、こらっ、こらっ、戦って、横ぜって、こう、むしり取ってきて、で、こう、むしり取ってきたんですよ。で、これ、はい、冗談ですよまあ、それは冗談なんですけどね、実際はもらってきたんですけど、はい、ああ、なるほどね。それで、じゃあ、いやいや、本当に
本物その角は。角は本物です。はい。じゃあその兜も自分で手作りで作って。手作りで。でそれでなんかこう本物の角をくっつけた。くっつけたんです、ね。冷たいんでくっつけた。はい。あのビス止めで。はい。あ、じゃあちょっと取れないわけだ。そうですね。でその甲冑とかね、はい、その兜とかその角付きの兜とか結構制作期間っていうのはどのぐらい？制作期間は、ね、長い3ヶ月ちょっとぐらいですかね。なるほどね。あの地道に作りました。ほう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 。それでなんか甲冑でここに写真あるのなんかどっか行ったんだってこれ。そうですね、いろいろね、うん、出演してるんですけれども、こちら渋谷さんこちらん、ここあれですかね、上の方はですね、うん、アメリカの、なんとアメリカの、うん、テレビ番組、ちょっと今日はトラブル続きですねいろいろ出ましたね、はい、上の方はですね、はい、なんとアメリカの CBS、うん、こちら、はい、リアリティ番組でアメージングレースっていうのがあるんですけれども、うん、おうおう、そこでエキストラとして、うん、出演しました。はい、じゃあ何、アメリカに放映されたの？そうですそうです。あの日本でもね、うん、インターネットで見れるんですけど、おうおう、じゃあ我々たちじゃん、これ全世界に放映されてるし、はい、皆さんももう世界中のホラー街の男ですから我々はホラー好きだ、はい、でこの下は何ですか？下はですね、うん、これは東京駅ですね、うん、東京駅の、うん、新幹線の開業前ですか、うん、長野市と金沢市の、うん、共同観光キャンペーンということで、東京駅行って、うん、ホラーは吹いてきました。ホラーは吹くけどさ、ホラー街も吹いたの？はい、ホラー街ももちろん。じゃあ忙しいじゃん。ホラー街吹いたり、ホラー吹いたり。そうなんですよね。なるほどね。ところで、はい、今日ね、中途半端に始まっちゃって、あと何分かちょっと時計見てなかったんだ。あと何分ですか？そろそろ？ああそうだそうです、はい、ちょっとね始まったのが30分ぐらい遅れたんでね、ぐらいっていうことでちょっとアバウトだったんで、じゃあそろそろね終わりですかね、はい、だそうなんでね、そろそろじゃあやめたいと思うんですけども、はい、それでは鈴木さんね、最後に松代そして全国、はい、世界ね皆さんに一言どうですか？はい、ですね、4月19日に、うん、長野マラソンがあるんですけれども、はい、そこで、30キロ地点くらいですかね、はい、神田橋の辺で、はい、この格好を着て、うん、ホラガイ吹いて応援してます。ホラガイ吹いてホラ吹いて、はい、はい、であと、はい、秋には、うん、松代藩真田十万石祭りもありますんで、うん、そこでは、やりふり隊でホラ吹きますんで、はい、またぜひ応援お願いします。忙しいね、いろいろね、いろいろ吹かなきゃいけないんでね、はい、はい、分かりました。というようなことで汗びっしょりだね、暑いから、はいはい、この甲冑は暑くて暑くてね、はい、はい、分かりました。それではね、はい、あの最後にこのまたホラを吹いていただいて、はい、あ、分かりました。それで今日はね、はい、ホラ吹いていただいて、今日は終わりにしたいと思いますが、よろしくお願いします。はい、はい、引っかかってるんですかね。はい、はい、よろしくお願いします。ご苦労さん、離れて寂しいな、ちょっとはい、ほら吹けないけど、ほら吹けない、はい、順調にいきましょう、はい、順調に、はい、ですね、ここに書いてある通り、はい、寺町商家、はい、ね、これがね、うん、旧金箱邸なんですが、長野市
がですね、一応こういう指定してですね、文化財にはなってるんですよ、ね、文化財になってますけどね、はい、これはあの4月4日にオープニングイベントをやると、ね、あの市の方でテープカットすると、でその後、あの NPO 法人夢空間が管理を任されるという形で ですね、なるんですけれど、まあ、ぜひその4日の日の12時から一般公開するっていうのでね、ぜひまた来ていただければなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。入館料はな、入館料はなし、あ、なし、その中でこうあのなんですかね、万定商品やったりとか、あと七蔵でね、いろんなイベントがやって、その時お金を払っていただくみたいな形でね、入館料はただだけど、入館料はただで、でも雰囲気いいとこなんでね、ぜひまたね来ていただきたい。私もね一度見学に行ったことありますよ、工事中に。素晴らしいよね。いいですね、あの綺麗になったんでね、またちょっと見違えました。あ、そうですね、はい、私は工事中だったんで、そう、はい、でそんなんで、はい、やりたい、見ていただきたいなというふうに思います。はい、ぜひね、4月4日ですか。そうです、4月4日11時、はい、11時からね、はい、一応ねオープニングをやって、ね、テープカットをして12時から一般公開、一般公開、はい、そんな形でございます。そうですね、ぜひおいてください、はい、お願いします。はい、ということで、ということで来週は、はい、4日終わりましてね、はい、6日の日でここでもって、寺町商家をね、おなるほど、ね、なんです、指定文化財ね、手間しようか、ね、これを指定管理を受けた夢空間の、これからの取り組みということで、はい、夢空間の理事長の香山さん、はい、それから手間しようかの責任者っていうのはね、うん、西村さん、はい、この2人に来ていただいて、お話を聞こうかなということでございます。はい、ね、いろいろなお話聞けますね。うん、まあ、今度はね、あの長野市の中でも文化財の中で実際にこういうね、物販販売したりとか、あのなんですかね、食事とか、食事もできたりとかね、そういうことが初めて今回やるということなんでね。なるほど、初めての試み。うん、そうなんです、ね、だから、まあ、皆さんにもねご協力いただいて、いろんなところでね参加いただければいいかなというふうに思ってますので、そんな話を、そんな話を聞ければいいかな。はい、そんなことでございます。それでは来週のしゃべくりましょう。はい、どうぞお楽しみに。よろしくお願いします。